ハロー、ヤマケンチュー。はい、皆さん、こんにちは。なんかちょっと私の顔すっきりしてると思いませんか？実は先週の水曜日からですね、1週間ファスティングを行っておりまして、昨日でね、1週間経過しまして、見事ファスティングに成功しました。まあ断食みたいなものですね、軽いね。実にですね、まあ今冒頭上のテロップにも書いてますけど、8キロ、100ちょっとあった体重がですね、今日朝測ったら 92.7 になっていました。はい、ということで8キロのねダイエットに成功しました。ちょっと年末年始暴飲暴食でちょっと体重がね増えちゃって体が重たかったんで、体質改善をねしようと思ってファスティングに挑戦しました。で、見事ね1週間固形物をね取らないで、流動的なの水を中心とした流動食、まあ水を中心とした流動食といっても、私の場合はゼリーぐらいしかね、こんにゃくゼリーとかあるじゃないですか、あとこのウィダーインゼリーみたいな、ああいうゼリーぐらいのやつを、まあどうしてもカロリーがね足りない必要な時に取るようにしてましたけども、基本的には水、水だけで、ね、1週間過ごした。で、いろんなね普通の業務普通に1週間、ね、こなして、普通に業務をしているそのハードワークの中、カロリーをね使いますから、まあ、あまりに溜まった脂肪がね、8キロ分落ちて削ぎ落とされていったというね、ことでございます。で、やっぱり水だけでねやるとね、通常業務をねやるのにね、こう元気がなくなっちゃってできないとなっちゃうんですけど、私の場合この水にちょっと工夫をして、重曹とクエン酸を入れて重曹クエン酸水っていうのを、ね作って炭酸水みたいにしてるんですね。最初ここにあるんですけど、今これ水の空いたね、普通の水の空いた2リットルのペットボトルをここにあるんですけど、これの中に水をなみなみ入れて、まあ、上気持ちね1センチ2センチぐらい開けて、でそこにスプーン小さじ2杯ぐらいの、クエン酸をまず、まあ小さいスプーン、ティースプーンを2杯クエン酸を入れて、クエン酸水を作るんですよね。でクエン酸水作って、その後に同じぐらいの分量で重曹もスプーン2杯と、クエン酸もっとね酸っぱいの好きだったら入れてもいいです。でこう入れると攪拌して炭酸がね出るんですね。でただの水じゃなくて炭酸水になっていくんですよ。でこれ蓋をそのまましちゃうと暴発しちゃうんで、炭酸が出てます、ブワーっても出てくるんで、でそれをちょっとこう炭酸が一時こうピークを過ぎるまでちょっと蓋をちょっと軽めに開けといて、で炭酸が抜けてきたなと思ったら蓋をする。で飲みたい時に飲むと、まあ、炭酸が効いてるんですよ、炭酸水みたいな感じ でこれでね、なんか普通の炭酸水に腹持ちがものすごい良くて、あとクエン酸の効果だと思うんですけど、元気なんですよ、非常に元気。クエン酸っていうのは疲れをね取るね成分です。でそれを今薬局で近所の薬局で疲れずこになって、こう300g 500円ぐらいで売ってるん でちょっと高めなんですよ。でそれが嫌だったらネットで1キロ1000円ぐらいで売ってますんで、そういうの買っていただいて、まあ重曹もね薬局で売ってますから、で重曹の方がそんなに使わない、クエン酸に比べたらそんなに使わないと思うんで、重曹はまあ薬局でもいいのかなと思うんですけど、まあ、それを作っといて、作り置きしといて、暇さえあれば飲む、喉が渇いたら飲むって感じにしておくと、あら不思議、もう全然お腹が空かないです。
お腹が空かなくて、あの普段の業務を普通にやっていけるんですよね。まあ、特にあのハードな運動をね、あのベッドしたとか、あの痩せるために運動を頑張ったとかっていうことではなくて、あの普通にただ生活、普段ハードワークなんで生活を、してたら、まあ、指導もありますしね、普通に生活をしてたら、まあ、8キロ落ちたということでございます。はい。で、今日、まあ、初日、ファスティング明けの初日なんで、今日は、そんなにね、カロリーの多いごっついものはね、まだ胃がびっくりしちゃうと食べれないんで、ファスティングしちゃうとね、もう宿便とかも落ちていくんで、腸がね、綺麗になるから、結局、吸収力が上がって、急にいろんな栄養の高いものとか、カロリーの多いものを食べちゃうと、リバウンドしやすいんですよね。そこだけ気をつけていただいて、で、今日ね、食べたのは、これです。こちらです。ドン。すっきり大根。これね、めちゃくちゃうまいです。もうずっとこの塩分はずっと取ってないわけですよ。この一週間ね。塩分取ってないから、まあ、塩分を欲してるわけですよね。で、このすっきり大根っていうのは、このまあ、文字通り大根なんですけど、大根を細かく千切りで刻んで、それを、圧力鍋とかにこう入れて、梅と一緒にこうね、煮出すわけですよ。で、味は薄い昆布だしと、昆布だしぐらいかな。で、まあ、こう、圧力鍋でこう炊いておくわけですよ。これのね、これ、まあ、ネットとかで調べてもらえれば、いろいろあるんで、調べてみてください。すっきり大根。ファスティングの後に、ものすごくよくて。で、最初、こういうね、体に優しい、胃腸に優しいものからこう取っていく。で、このすっきり大根がまたさらに最後、ダメ押しで、腸内洗浄を促してくれて、腸をきれいにしてくれますからね。で、これで、今、これ、だんだん、この細かく刻んだこの、ズッキリ大根から始まって、このスープとかもね、ものすごい味が濃く感じるんですよ。今薄味なはずなのにね、全然薄味なはずなのに、もうすっごい濃く感じる。で、この梅干しもクエン酸入ってますからね。で、これでこう食べて、もう体の中のね、腸がね、こうね、元気になっていくっていうのがね、もうよくわかるんですよ。ものすごい元気になって、もう動き出す、もう腸がね、ぐる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 動き出すんですよ。ああ、もうすごいですよ。体が喜んでるのが分かる。血相もね、どんどん塩分がちょっと入ってますから、梅干しはね、血相がちょっと良くなってるね。すっごいいいんですよね。まあ、とにかく、まあ、今日はこれを食べ始めて、朝これを食べて、で、今ちょっと元気なんですけどね。はい。で、だんだんこう大きい丸いね、固形の方に移っていくっていう大根ね。で、その後だんだん食事、普通の食事もできるようになっていく。まあ、そんな感じで、段階踏んで、まあ、固形物を取っていくようにする。で、まあ、今後は、まあ、週にね、せっかくダイエット成功したんでね、週に1回ね、週末ファスティングっていうのをやっていこうかなと思って、ね、まあ、健康維持のために、日曜日は、まあ、ファスティングに挑戦してみようかなっていうふうに思ってます。はい。で、その、まあ、週末ファスティングの経過も、まあ、動画の中とか、ライブの中でおいおいね、皆さんに報告できたらなと。まあ、それでね、時間に余裕ができたらね、自分のトレーニングとかもね、またね、やって、体も鍛えたいなって気持ちはあります。はい。うん。でも今はね、ちょっとまだね、弟子のね、応援にね、また、イベントのね、準備等ね、授業が、もう、多忙ですからね、なかなか自分のね、スタッフがね、もっとね、充実して、組織化がもっと進んでいかないと、私の自由な時間は、なかなかできないので、それができたら、私自身の、パワーアップもね、測りたいなって思ってます。ただ私、この92キロぐらい、92、3キロっていうのはね、
あの普段生きていく中であのすごく快適なんですよ。これ飯食って95とかで止まってるとすごいいいんですよ。95行っても6みたいな。これがねもう超えちゃってたんで、もう100キロ超えちゃってたんでそうそう、90、普段で95とかだと、もう普段で95とか96とかだと、もうね、あの飯食って100キロ超えちゃう可能性も出てくるじゃないですか。で100キロ超え始めるとね、いろんなとこ不調が来たすんですよね。痛風にもなりましたしね。で痛風対策をあのその前にはしてましたけど、まあ、ここに来てね、ちょっとね、痛風対策もちょっと、えっちらおっちらやってても大変なんで、一気に、ファスティングして体質改善しようと思って、で、ファスティングで体質改善しました。で今、すこぶるね、痛風の症状も抑えられてね、いい感じでございます。はい。ということで、本日は私のですね、ファスティング1週間、成功体験を動画にしてみました。いかがだったでしょうか。何かね、ご質問とかあったらですね、コメント欄の方に、書いておいてください。はい、ということで、本日の動画は以上となります。またここから動画をね、ちょいちょいアップしていきますんでね、楽しみにしててください。それでは、さようなら。